この後20時からカンピンタン釣りたいですコラボ動画が釣りたいですさんのチャンネルにてアップされるそうです。ぜひこの動画を最後まで見ていただき、そのまま釣りたいですさんのチャンネルに飛んでください。それとそれと、ここ最近カンピンタングループで流行っているとあるものを動画の最後に紹介したいと思います。皆様最後までぜひ見ていってください。それではどうぞ。明日の団子作りに使うものです。一旦この混ぜ物を混ぜます。はい、こんな感じ。チヌパワーで、団子のまとまりを出す感じ。粘りとまとまりですね。でコーン団子とさなぎで寄せるイメージです。前のね、前って本当にいつのか、いつの前かわかんないですけど、まあ同じものやと思います。これも一緒に混ぜちゃいます。でこれを一旦移します。どっかにぬか30杯、砂が6杯、混ぜ物が3杯です。はい、ではこれをね混ぜていきましょう。大変です。はあ、また混ざったら動画にします。はい、完成しました。これをねドカットに入れたいと思います。はい、ではこれが明日の団子です。ていうかカメラで、あの写真じゃないね。あ、そう仕事った。おはようございます。近いな近いな。カンピンタンです。今日はね、はい、ボラエモンとヌルヌルさんとボラエモンの上司のトドエモンさん、みんなフルツカ酔い、みんなバラバラやね今日は。飲んの誰が一番チヌを釣るか。俺も釣った昨日な。あ、今日アジ釣りやもんな。わかった。とりあえず頑張ります。頑張ります。はい、出港。結局何も釣れず、6時半ぐらいに団子釣りを開始したそうです。現場のさっちゃん、どうぞ。はい、最近ねカンピンタングループで流行ってる団子台です。メルカリで買いました。ちょっと使ってみようと思います。それでね、これ海に浮くらしいんですよ。こんな感じで浮きます。見えますか、ほら浮いてます。いいよ。これを今日は使っていきたいと思います。はい、団子は団子桶なんですけど全然揺れません。まあ多少ね揺れますけど問題なく使えてます。で高さもちょうどいいです。はい、現場からは以上です。問題はなく
ボラエモンとこはななんかエイが釣れたそうですよ。私はねチヌを頑張って狙っていこうと思います。
ですけど、サナギとコーンがかじられてるんですね。歯のある魚が食べたような感じだったみたいで、ヘライかチヌか、はたまたタイか、その前にこの魚の正体を突き止めることはできるんでしょうか。チヌが釣れたのでね、サイズを測ろうと思います。46、うん、年なしには行きませんでした。年なしには及びませんでしたが、グッドサイズのチヌですね。次も頑張ってください。
49よそ様の長官、あのこれ動画にしていいですか、ありがとうございます。ちゆりやしどながい何センチあるの、68鈴木本当に鈴木やな、測っても超えてたやろ、メーター超えたかとこすごい、はい、メジャー超えたメジャーはい、昨日は私なしやったけど今日は48っていう、何やこれ、残念、46 48、俺と一緒、あれ48俺と一緒、私測った46、あそうじゃああれじゃあ俺が 2センチずつ様読み縮むのも若く縮むと増えてる増えてるあれこれ出そうへ、うん、そうそうそう、なんとカンピンタングループで釣ったのはさっちゃんだけです。やったね、さっちゃん。しんちゃんがいないと釣れるんだね。次回も頑張って。を乗せて。はい、カンピンタンで流行ってるフンバルゾーのピエンとパオンとパオン EX やんな。勝手に言ってるだけですが。はい、もう説明お願い。これすごいよ。すごいの。うん、まあすごかった、使ったけど。うん。うん、団子桶のこういう塗装屋で貸してくれる団子桶の台です。台。うん。で、ものすごい薄くて軽くて、うん、刺して。うん、もうこれでそう、高さがなちょうどええのすごく、うん、桶だけの場合は、うん、これでいいんだけど、うん、例えばこっからがすごいの、うん、こういうのがあってこれなの、え、どうやって刺すん、ああそういうことな、これをもうこう刺すだけやん、うん、1回はな、これはもう桶、OK、専用で、うんうん、でも、うん、オケ使ってないチヌズリ師さんって結構いはるじゃないですか、うん、マルキューのバッカンとか、うん、コンテナとか、うん、それにも対応してるんですよ、なるほど、うん、これなんだけど、うん、しかも、うん、これをそのまま流用できて、うん、これを今度こっちに刺すんですよ、うん、これマルキューのパワーバッカン、うん、そのまま、あ、置けんねや、そう、へえ、だからこうやって座って、もうこの高さで、なるほど、これちょっとちゃうけど、うん、腰がさ、こうならへんやん、うんうんうん、これすごい楽、楽、うん、楽やった、トイちゃんコンテナ貸して、あれもさっちゃん、コンテナの方が大きない、コンテナも、あ、いけんねや、いけるんす、みんな大体これなん、コンテナやったら大きさ、うん、なるほど、で、うん、ものすごい道具で、うん、これ乗るで、え、ほら全然大丈夫な、うん、全然大丈夫、さっちゃん乗ったらやばいかそれ勝った、ま、間違いない、うん、間違いない体重65ぐらいあるんですけど、さっちゃんまだ20マシン、うん、全然道具で俺乗ってみたろ、体重乗ってみたろ、せっ90やで、え、足ここ覚えてる、足ここ大丈夫、いける、ほら、いけた、すごいすごいすごいほんまや、めっちゃ頑丈やん、めっちゃ頑丈、めっちゃ頑丈、すごいね、あの、水に浮くんよ、そう、浮いた、うん、だからもし落としても、うん、タモで救えるし、へぇ、もう一個あって、うん、ここちゃんこれこっちにさ、うん、団子を置くやん、うん、ここに、こういう切り込みがあって、うん、待って、ここにね、こういう切り込みがあるんですよ、うんうん、あるな、このテーブルをここにシュッと、これテーブルなんや、これテーブルやん、なるほど、で、桶をこっち、桶こっち、うん、テーブルこっち、うん、でここにさ、差し絵置いたりとか、なるほどな、携帯置いたりとか、じゃあ携帯もこの上にあの100均で売ったらあの滑り止め引いたらいいかもしれんね、うん、うん、滑りにくいからいいかも、そうなるほど、あのちゃんとつっかえがあるから、うんうん、コロンって落ちひんし、なるほどな、うん、でなんかこういう穴とか開いてるところに、うん、なんかあのフックかけて、うん、
転落防止ゴミ箱吊るしたりとかさ、ああなるほどな、うん、まあここは好きに使ってみたいな感じみたい。了解です。え、これってさ、うん、何パターンあんのやったっけ。え、だから売ってんのはメルカリと、うん、ヤクマとヤフオクで今売ってて、うん、で、え、何パターン、何パターンっていうかその団子台だけのやつと、これこのパターンやろ、このパターンやろ、これがピエンや、これピエンっていうの、うん、これピエンで、これがピエン、これがピエン、オケ、オケ台のやつやね、うん、オケ台がピエン。で、こうなるとパオン、パオンで、これがつくと EX。 多分この3パターンで売ってたと思う。なるほど、うん、値段は全部違うんやんな、確か。でもこれが一番安かったと思う。なるほど、うん、これ僕らは前使ってた。そう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 、結構スコスコやってんな、僕らが勝手にバンビって呼んでたやつ、うん、そう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 、それはグラグラやってんけど、うん、これみんなおすすめです。はい、使ってて良かったです。うん、すごい安定してる、うん、船頭乗っても大丈夫やったし。そうやね、うん、船頭90キロでしたっけ。了解です。わ、はい、かりました。またね、これは、また概要欄の方に貼らさせてもらいます。それ名前はピエン、ピエンポーン EX で、団子台自体はふんばるぞ。どういうこと。ふんばるぞのピエンとパオンとパオン EX。 なんでふんばるぞなん。知らないよ。これやろ。そう、これじゃん、あのこういうやつ。そう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 、踏ん張ってるから大丈夫だ。せやな、はい、100キロ乗っても壊れない、はい、しんちゃん乗っても壊れやんってこと、ね、そうそう、これもう一個さ、しんちゃん何キロあるの、100、これすっぽり入る、うん、ちょっと、あ、そう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 、ドカッとにもスポット入るし、そう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 、あとこれコンテナにも入るって言うとったよ。コンテナはこれが入る、こう斜めに入る。なるほど。でもこれは入らんねやんな、うん、これはちょっと入らんから上に乗してる俺は。なるほど、うん、了解です。ではね、紹介でした、はい、ありがとうございました。それではね、お家に帰りたいと思います。バイチャ。チャンネル登録、高評価、コメント